リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、先日お伝えしていたパッチャの耳のことね、ちょっとお話ししてたと思うんですけど、やっぱりね乾燥してポロッと取れましたというのをご報告しておこうかなというところでございまして、今動画を回しております。あの動画を撮った2日後ですね、撮ってるのなんですけれども、あのポロッとやっぱり乾燥した部分が取れていて、ちょっとお耳にしてもらっていいか、ほら両方ともね先端がですねちょっと丸くなってしまったんです。ただねこれはこれでね、君丸耳で可愛いんだよ。どういう状況それ、ちょっと見せてごらん。これね丸耳になったでしょ。左右で耳の大きさちょっとだけ違うんだけど、丸耳になりましたこの子。まあね、人によってはかわいそうっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけども、耳の先端はあの薄いこう皮でできていて、なんかまあ皮膚は皮膚なんですけれども爪みたいなような状態なんですよね。なのであのもし取れたとしても耳に異常はないという状態です。なのでまあ乾燥してはいたので、ちょっとこう随時拭くという形でね、こうウェットティッシュであのポンポンってあの乾燥しないようにはね毎日してたんですけども、やっぱりねずっとあの状態だったので、撮った写真じゃないよ、動画撮った時もあんな状態だったので、ああこれ撮れちゃうかもなーとは私思ってて、そして2日後撮れました。で撮れたら丸耳になりました。でこの丸耳は丸耳で可愛いです。まあ怪我しているわけでもないし、あのなんて言うんだろう、ここがなんかこの血が出たりとか、あと海みたいのができたりとかっていうのがないので特に問題はなしです。あのただただ先端の耳の部分がなくなったという状態。うん、丸耳だね君ね丸耳だね。はい、まあ動画自体はもしかしたら連続で上がってるかもしれないんですけれども、あのこの前の撮った動画とこの動画の間に私は撮りだめした動画が実はなくてですね、あの前回の動画から次の動画がこれっていう感じで録画してるから、多分ね連日で上がると思います。はい、でも丸耳これはこれで可愛い。まあ、今後もね、ちょっと乾燥に関してはちょっと様子見ないとですね、この子もしかしたら乾燥しやすい子なのかもしれない。敏感肌？もしかして。女の子だもんね。敏感肌だよね。ちゃんと化粧水してさ、ね、乳液して保湿もしてさ、っていう風な形でしないとダメだよね。まあ、しないけど。あんた丸耳になったらなったで、何そのつぶらな顔。その下からのさ、その角度のさ、アホみたいな顔すっごい可愛いんだけど、もう一回見せてもらえる？アホ顔が見たいんだけど。はい、っていうところのご報告の動画でございました。はい、今日は床降りるか？あ、降りないんだね。可愛いね君ね。はい、というところでございました。ということでね、あのやはり耳取り散ったっていうお話でした。あの君の耳の動画撮りたいからさ、ちょっと下降りてほしいんだ。あ、それでもいいよ。あ、この角度分かりやすかったね今ね。もうちょっと上来て。下じゃないの。上。あ、そう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 。サムネイルになるよその写真。ねえねえねえ、サムネイルになるよ。ちょっと上おいで。ほら、上がっといて。そのまま上がってきてさ。違うの、そっちじゃないんだな。こっち。こっちなの。こっちなの。ねえ、頼む。まあ、動物ちゃんにね、それをやらせるのは酷な話よね。ねえ、こっち、こっち、こっち。そらそうよね。行きたいとこ行くよね。ねえ、あっちゃん、できれば、あの、180度回る。あ、そっち行くんかい、そして。ほら、上を登っといて。あ、今日はなんかもう違うところに興味いっちゃったんだね、もうね。これ、カメラ近いよ。
やっぱり今日もうダメです、今日はもうベッドに行って遊びたいみたいなので、ベッドに行って遊ぶときは動画回しながらちょっと難しいので隙間に入っちゃうので、この辺で終わりにします。いいところでお前向くのかい、何やその動画閉めようとしたときに動画閉めちょっと見てよみたいな感じで出てくるのどういうこと。あ、でも下行くんだね。あ、分かった、そっちで遊ぶから、はい、遊ばせたいと思います。ということでね、以上リントとパッチャンでございました。よければね、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。そしてまた、次の動画だったり前の動画も見ていただけますと幸いです。ということで以上リントでした。バイバーイ。すごい早口。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。